友さんの宇宙ワクワク感動教室。この番組はソニーのスタースフィアプロジェクト宇宙感動ナビゲーターのトスモさんが、子供から大人までみんなに宇宙の楽しみ方や素晴らしさをお届けする番組です。皆さんこんにちは。ソニーのスタースフィアプロジェクトで宇宙を分かりやすく伝える仕事をしている宇宙感動ナビゲーターのコスモさんです。皆さん、宇宙ワクワク感動教室ご覧いただいてどうもありがとうございます。皆さん、最近コスモってますでしょうか？コスモさんはですね、この前東京で開かれたソラフェスというイベントに行きまして、宇宙をテーマにしたいろんなグッズとかね、食べ物とか、そういったものを楽しんでね、コスモってしまいました。月の満ち欠けをモチーフにした和菓子なんかもあってですね、ぜひ皆さんもそうした、身近にある宇宙を発見してコスモってみていただけたらと思います。はい、今日はですね、宇宙ワクワク感動教室の応用編、宇宙を楽しもう、ここで、スタースフィアが提供する宇宙撮影体験というものを、これまでですね、エピソード1、2と、続けてですね、ご紹介してきております。今回のエピソード3では、この宇宙撮影体験の進める上でね、コアになるツールであるシミュレーター、アイコネクトというですね、ツールについて、操作方法等をご紹介していきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、皆さん、今こちらに表示されたのが、撮影シミュレーターアイコネクトという名前で、提供しますけれども、こちらの画面になります。最初はですね、アカウント登録とログインが必要になります。結構メールアドレス登録したりして手間がかかるんですが、ぜひそれを乗り越えてですね、まずはアカウント登録をしていただければと思います。このね、シミュレーターへのアクセスするリンクも概要欄に入れておりますので、ぜひ後ほどねチェックして、この画面にたどり着いてみてください。こちらのね、使ってみるというボタンを押すと、このシミュレーターが開きますので、ちょっとね、やってみたいと思います。はい、開きましたね。地球が映ってきました。こちらがログインした直後の画面になっています。でこちらね、よく見るとこのね、地球のここに、これ分かりますか？で、人工衛星の愛が今宇宙を飛んでいる様子が描かれています。ちょうどね、今撮影の時間が出てますけども、開いた直後というのはその時間にね、愛がどこを飛んでいるかっていうのをここでね確認することができます。ちょっとマウスでね、こうズームを減らしてみると、このマウスのボタンをねぐるぐる回すと、こうズームしたりズームを外したりできるんですけど、こんな感じで地球のこの青い線、どこを今愛が飛んでいるかっていうのを見ることができます。はい、で今日はね、このアイコネクトの使い方をここからご紹介していきたいと思います。最初にまず、覚えておくべきことはですね、このアイコネクトには3つの、ビューモードという、どういうビュー、見た目になるかと、この違いがあります。ビューモードを選ぶのではですね、この左上の方に3つ、アイコンが書かれています。地球みたいな形、愛ちゃんの形、そしてカメラの形が描かれています。今選択しているのはこの地球、この地球俯瞰モードという名前がついていますが、地球を遠くから見て愛がね、どこを飛んでいるか、愛の軌道を確認したり、あとはどこをね、撮影するかという、この撮影のね、場所を選択するのに使います。ちょっとね、地球をこうぐるっと見てみましょう。こういうふうにね、今アメリカちょうど夜なので、アメリカのあたりは夜が映っていたり、ちょうどねその反対側のアジアとかヨーロッパの方はこう日が当たっていると、だんだんちょっとこう夕暮れが近づいているっていうのが分かると思います。じゃあここで例えばね、日本を撮影したいという時に、このモードで、ピンを打つと、そのピンを通る軌道というものを選択することができます。
一番簡単なのはこの地球俯瞰モードで、撮影したい場所の近くの軌道をですねダブルクリック、場所をダブルクリックするとピンが立つので、まあちょっとこの日本のね、例えば東京のあたりをピンでクリクリと打ってみたいと思います。はい、そうするとですね、こういうふうに左側にですね、軌道が選ばれる、この何月何日の何時頃にここを通る軌道がありますよという、軌道のリストがずらっとこう出てきます。で、その中から、まあ試しにね一番上のものでもいいので、選んでみたいと思います。でこの距離っていうのがここに書かれてるんですが、これはこのピンから実際の軌道が東側にどれぐらい離れているかということを表します。例えばこの軌道だと 431km っていうのを書いてますね。でこの軌道の幅はですね、このオプションというちょっと上のところで、自分のピンの打ったところから何 km までねこう含めますかっていうのを選べますんで、まあ、大体ね 500km ぐらいにしとくとあんまり離れなくていいかなという気がいたします。はい、で例えばこの軌道を選ぶとですね、どうでしょう、こんな感じで日本このピンからだいたい400キロぐらい東の、軌道が選ばれました。こんな感じで、軌道を選んでいきます。ちなみにこのピンを打つ方法はですね、ダブルクリックの他にこの左上に検索窓があります。ここに例えば東京とかね、まあアルファベットの方が検索しやすいんですけども、打ち込むと選択できますので選んでみていただければと思います。ちょっと試しにやってみましょうか。ここに例えばニューヨークとか入れてみましょうか。はい、ニューヨークとパッとこうやってみると、はい、アメリカのニューヨークですねっていうこういう地名が出てきますので、これを選んでみます。はい、するとこのニューヨークにピンが立ちました。で、まあ、じゃあどの軌道にしようかなってこう選ぶとですね、はい、ニューヨークの、ね、東側を飛んでいる愛ちゃんが映ります。まあ、こんな感じで好きなね、世界の好きな場所を、通る軌道というものが選べます。じゃあこの次にね、どのビュー見てみるかというと、今度ねこの真ん中の衛星俯瞰モードというのを見てみましょう。そうするとちょうどねこの愛ちゃんの後ろに、来てですね、愛ちゃんがどんな風に景色を見ているのかっていうのが映ります。でちなみにこのね空に映ってるのはこう星座の線なので、まあ、ちょっとねリアルなので、もう少しこういうね星座の線いらないなっていう方はこの右上に表示設定っていうのがありますんで、ここを選んでいただくと何をこう表示するかっていうのを選べます。星座形いらないなと思ったらこの星座をクリック外してもらったり、あとこの撮影安全範囲というですね、まあ愛ちゃん結構姿勢がぐいぐいずれちゃうので、まあそれの目安になるようなね、輪っかがついてるんですけど、これもいらないなと思ったらこれも外します。そうするとこうまあ自分の好きなね景色で選ぶようなことができます。で次に一番右側のね撮影モード、これが一番大事ですよね、宇宙撮影するためのモードなんですが、これを選ぶとこの愛ちゃんが見ているカメラの景色というものがこうやって出てきますね。これで愛ちゃんが今どういうふうにね飛んでいるかなと分かるんですが、ちなみにねこの下の方にいろいろこう音楽を再生する、まあ、ビデオを再生する時のような再生ストップ再生開始ボタンがあります。このあたりを使うと愛ちゃんが、まあ、秒速 8km で宇宙を飛んでるんですが、その動きを模擬することができて、まあ、実際宇宙旅行高度 500km ぐらいでするとこういうスピードでね流れていくのが分かります。ちなみに雲がありませんね、そこだけがリアルと違うんですが、まあ、ここに写ってる写真も実際の衛星写真からね、まあ、愛ちゃんの写真ではないんですけれども、まあ、すでに撮られている衛星写真で作られてますので、結構ねリアルに見ることができます。はい、でさらにねここスピードも選ぶことができて、まあ、ちょっとこうアメリカのあたり見たけど、もう少しね、まあ、例えば地球でいうと今こうアメリカを見ながらどん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 ね南の方に行くんですけど、まあ、この南の方を見てみたいなと思ったらですね、ここの実速度っていうのを例えば20倍とかにすると、こうやってビューって速くね、移り変わりを見て景色を楽しむこともできますので、おなんかこの辺ね青くて綺麗だなっつったらこの辺です再生を止めて、
また実質速度で見てみると、まあ、こういう感じで宇宙旅行をワープしたりもできますんで、これで楽しんでいただくといいかなと思います。で、例えばじゃあこの景色がね気に入ったなと思ったら、この真ん中のカメラボタンをね、ここねパシャッと押すと、スマホで写真を撮るみたいにパシャッと写真が撮れてね、こういう風に右側、今この一番右上にねキャプチャーギャラリーっていうのがあるんですけど、ここに撮影した写真が入って、でここを選ぶとこういう感じで、いつね撮影軌道上で撮影できそうなものか、緯度経度、そして、まあ、ファイルをね、このキャプチャー画像をダウンロードできるようになってます。このキャプチャーギャラリーには最大50枚まで保存できますので、このシミュレーターでねいろんな写真を撮ってみて、50枚並べて、まあ、何を撮ったら面白いかなとか、そういったことを楽しむことができるようになっています。はい、という感じで、まあ、このねシミュレーターを使うことで、まあ、いろいろな場所に行ってね景色を見ることができます。ということで、じゃあせっかくですからこれを使ってね、まあ、どんな感じで撮影の流れをね考えてみようかということをちょっとねデモンストレーションしてみたいと思います。ね、さっきも言ったようにまずねこの地球モードにやってきますんで、こういう地球でねこうぐるぐる回しながら、いやどこがね、見どころかなとか、こうやってこう探してみたり、もともと行きたいところをねググってもいいと思います。例えば日本をね、東から綺麗に撮ってみたいなと思ったら、まあ、例えば東京にダブルクリックでピンを打ってみると、ね、そうするとここで何月何日に通るかが出てきますので、ここでまた選びます。はい、出てきました。でこれでカメラモードを選んでピッと押すと、はい、こんな感じでゆったりとね、北海道からどんどん流れていく。どうですか皆さん、この画像もう少し時間を進めてみたいなと思ったら、このバーをね下の方のバーをこうやってスクロールするとこうやって先に進めます。この辺がいいかなと、でパシャッと撮ってみるみたいなことが使えるわけですね。でもうちょっとこう東がいいなとか西がいいなという時はこの軌道自体を変えるわけですね。これはあのピンから300キロの軌道を選びましたけど、じゃあもうちょっと近め100キロぐらいだとどうかな、1月3日という日付を選ぶと、はい、もう少しピンに近づきました。じゃあこれでね、画面の角度はどうなるかな、はい、さっきより少し西側が見えちゃってますかね。これも時間をこうやって流すと、はい、少しこう西日本中心の写真になりましたね。じゃあこれも撮ってみようかな、パシャッと、はい、これで、まあ、さっきの写真はこういう感じで北海道も入る画角だったよねと、で今回の写真はもう少し西になったよね、まあ、こういう感じでですねいろいろ微妙に、どういう角度がいいかっていう、調整もねこのシミュレーターでできるようになってますんで、これで、何枚もパシャ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 撮っていくと、撮影ができるようになっています。で、あとはですね、前回もお話しましたけど、この愛ちゃんのね、様子も少しこう拡大して見てみると、実際ねこう太陽の方向に、太陽電池パドルが向いている様子がわかると思います。これちょうど時間で言うと朝9時ぐらいなんで、ちょうど東と南のね、東右側で南下側のそっちの方を向いていて、カメラは左上の方を向いているっていうのがわかると思います。でこれをねどん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 南の方にね、行くとだんだんこの角度がですねこういう感じでどん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 赤道の方に行くにつれてですね、愛ちゃんのこのパドルというのがどんどん上の方を向いてきます。はい、こんな感じですね。で例えばオーストラリアのあたりに来てですねカメラ見てみましょう。はい、全然水平線映ってないですよね。真下を向いている。こういうふうにね、太陽の高さとかもちゃんと模擬されてますんで、まあ一回ね、北極のあたりからこう見てみましょうか。こういう感じでこの辺ですかね。はい、今愛ちゃんがどこに行ったかというと、はい、このだいぶ北、ロシアの方に今愛ちゃんがいる状態なんですけど、ここから愛ちゃんが、実際のね、
20倍にしましょうか、50倍ぐらいにしましょうかね。どういう感じで愛ちゃんのこうカメラの角度が変わるかっていうのもこれで見てみましょう。はい、こういう感じでだん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 南に鶴に来てくれ連れてですね、この地平線がどん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 上の方に上がっていきます。まあ、太陽がねどん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 高く上がっていくから、水平線がどん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 見えなくなっていくと。はい、フィリピンが今映りましたね。はい、で、今赤道インドネシアを越えてこうオーストラリアに入っていって、こうすると真下が映っています。はい、でオーストラリアを越えてどん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 こう今南のね、南極の方に走っていってますが、はい、南極が見えてきました。そうするとまた水平線が出てきて、はい、でどん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 時間が経つとこうね星が見えてきましたが、地球の夜の裏側の方に行くともう地球がどんどん見えなくなってですね、宇宙の方を映してしまう。まあ、こういう感じで愛ちゃんがどこを向いているかというのもですね、このシミュレーターアイコネクトでやるとよくわかりますので、こういうふうに愛ちゃんの様子も見ながらですね、シミュレーターを操作していただくと、まあ、地球を見て楽しいっていうこと以外にも、この宇宙にね愛ちゃんが飛んでる様子っていうのを、楽しんで見ていただけるんじゃないかなと思います。はい、それではね、コスモさんの宇宙ワクワク感動教室、今回は応用編宇宙を楽しもうのエピソード3ということで、スタースフィアの、宇宙撮影体験用のツール、アイコネクトという撮影シミュレーターについて、使い方をご紹介してきました。ここでいつものようにコスモさんの宇宙感動ポイント、はい、お届けしたいと思います。まあ、今回のね、感動ポイントは、そのままなんですが、アイコネクトと、アイコネクトで、アイとつながるということになります。まあ、これまではね一般、我々ね、こう宇宙をやってる人以外の人がですね、人工衛星こう操作しようと思うと、非常に難しいですね、なんかコンピューターのソフトを動かさなければいけなかったんですが、まあ、今回このアイコネクトという、撮影設定が直感的にできるツールができたことで、まあ非常に直感的にこう衛星がねどっち向いてるのかなとか、どこ通るのかな、こういうのが分かるようになりました。これ JAXA の人も含めてですね、関係者の方に初めてこれを見せた時は非常にねこう、おお、こんなのもできたのかとこう驚いて、いましたね。宇宙旅行を皆さん、将来する時代が来るかもしれませんが、まあ、こういうね、角度でこういう景色が見えるんだなということもね、体験できるようなツールになってますので、まあ、カメラをねどうやって撮るかだけではなくて、まあ、宇宙からどんな地球の見どころがあるかな、まあ、こういった目線で、楽しんでいただいてもいいのかなと思います。次回エピソード4になりますが、地球の見どころツアー宇宙撮影演習1ということで、まあ、今日ご紹介したアイコネクトを使って、地球の見どころをね実際に巡っていきたいと思います。ただね、綺麗だなというだけではなくて、まあ、いろんな楽しむポイントがありますので、まあ、それをねコスモさんがご紹介していきたいなと思います。さらにタイトルにあったようにですね、ただ見どころを巡るツアーだけではなくて、まあ、実際ねこの今日ご紹介したアイコネクトですが、皆さん自由に使っていただけますので、まあ、それを使ってねご紹介した見どころというものを実際にご自身で擬似的に撮影を楽しんでいただくような、まあ、そんなねコースをご紹介できればなと思っております。はい、さあこの番組がいつまで続くのか、まあ、毎回言っておりますが、これは見てくれた皆さんの応援にかかっております。スタースフィアの YouTube チャンネルのご登録、この番組のいいね、そして、スタースフィアの X のアカウントの方のフォローの方をぜひよろしくお願いいたします。またね、ここまでご紹介してきておりますこの宇宙撮影体験、まあ、リアルに1枚写真撮れるというコースの、情報ですとか、シミュレーターをね操作して、今日ご紹介したようなね楽しみ方を、まあ、楽しんでいくようなそういうコースも、概要欄に、ご紹介しておりますので、ぜひねこの YouTube を見て面白そうだなと思った方は、概要欄のリンクの方をクリックして、楽しんで見ていただければと思います。
ということで、コスモさんの宇宙ワクワク感動教室応用編、宇宙を楽しもうのエピソード3、この辺で、終わりたいと思います。皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。